これは、まあ、実話の話なんやけど、私のお姉さんが美容師してまして、で、まあ、その従業員のメンバーと鍋しようみたいな、営業終わりにで、まあ、鍋しに行くってなって、じゃあそのこの家、まあ、一人のこの家が近くにあるから、でそこで鍋しようかってなって、まあ、他のメンバーみんなもう家に行って、で姉貴店閉めて、でこう携帯されながら、でここ行ったらもう家やでみたいなのをこう、まず踏切越えてって言われて、踏切越えた時に、越える時に手前、まあ、左側は歩いとってんけど、右側にもうびちょびちょの女の人がおって、もうずぶ濡れの裸足で、まあ、これ絶対あかんやつやわと思って、まあ、過ぎ去っていって、ほんならその裸足の足音がどんどんこう近づいてくると、信号がある、な近づいてくる、な青になったと、あよかったと思って、で過ぎ去っていって、な携帯に LINE 来て、次左の角曲がってまっすぐ行ったら、もう右手に家あるよっつって、あよかったわと思って、次左曲がってまた信号があって、その信号をずっと赤のままで、なかなか青になってくれ、その足音はもう自分の真後ろまで来て止まった、もうこれやばいわと思った瞬間に車もおらんくなって走って逃げた。で着いた時に、まあ結局何もなかったんやけど、その、まあ、めっちゃ怖かったっていうのを友達に言うやんか、こんなことあったんやつって、みんなえみたいな顔しとって、で何かあったっつったら、1個目踏切越えたとこに信号あるけど、曲がったとこには信号がなかったよっていう話。